まず初めに申し上げたいのは、便乗みたいな動画になって申し訳ありません。おそらくなぜかこの動画にたどり着いた方もいらっしゃるかと思いますので、自己紹介しますと、普段はカヤックに乗ってバス釣りをしていますテキサスライトと申します。まあとにかく劇場版鬼滅の刃無限列車編10月16日公開ということで、おめでとうございます。釣り動画なのにね、まあ鬼滅の話題出して便乗すんじゃねえよというね、ご意見よく理解できております。ごもっともでございます。しかしながら、まあ、釣りと鬼滅の刃、私的に共通するポイントを感じておりまして、ほんの少しではございますが、それをお話しさせていただければと存じます。どうか最後までお付き合いくださいませ。で、これが免罪符になるかどうかは、まあ、微妙でありますが、鬼滅の刃、初期からファンでありまして、このようにね、単行本も全巻持っておりますし、週刊少年ジャンプもね、読んでおりまして、新作読み切りの後藤先生監修で、平野良二先生が書いた煉獄杏寿郎外伝ももちろん拝見させていただきました。まあその程度のファンで恐縮ではありますが、まあ本日のお題であります、新しいカヤックのパドルを紹介いたします。これです。胡蝶忍モデル。わかります。お叱りの声が聞こえます。声の針がバンバン届いてます。もう私はただこれを見ながら自宅で楽しんでるだけですので、何卒ご容赦くださいませ。で、買って数回使用しておりまして、もう動画でも何回か登場していますが、レビューをね、していなかったので、ちょっとね、今動画撮っています。こちらね、マーシャスのバタフライパドルです。クリアウォーターカヤックにね、行った時にね、まあ、ちょっと一目惚れしちゃいましてね、買ってしまいました。本当はね、もっと欲しいパドルがあったんですけども、これを見てね、もう胡蝶忍モデルだとね、思い、手にしてしまいました。虫の呼吸ですよ。ワームをね、使って釣りをしている人にはね、わかると思います。虫の呼吸にね、あやかりたくなる気持ちが。ブラックバスがね、必ずいてっていうのが分かってて、ここぞっていう場面ではね、砲丸の舞まなびきで素早くキャストを行ってね、バスを一突きするんですよ。全集中の呼吸をね、使っちゃいますよね、そういう時は。あとはね、五光の舞百足蛇腹なんかはですね、例えばね、レイドジャパンのアビとかの虫系ルアーをね、使う時、ツーウェイなんかもね、いいですよね。虫の呼吸がね、非常に馴染みます。まあ、パドル選びでね、重さとかね、素材とか、ベントシャフトかどうかとかね、そういうのね、気にしていたんですけども、やっぱね、全集中の呼吸とね、比較するとね、まあ、そんなのはもはやどうでもいいですよね。まあ、漕いでてね、やっぱ楽しめるっていうのがね、一番大事なことだと思いますよ、やっぱ。どうですか？鬼滅の刃ファンでね、まだバス釣りやカヤックをやったことない方いらっしゃいますと思いますが、少し興味を抱いていただけましたでしょうか？ありがとうございます。ご興味があるということでね、もう少しお話続けさせていただきますね。やはりね、鬼滅の刃と釣りを紐づけるとね、一番しっくりくるのがね、水の呼吸なんですよ。一の方、水面切りなんかはね、もうまんまスキッピングですよね。まあ、スキッピングをね、初めて聞くっていう方いらっしゃると思いますけどもね、こちら、ご覧ください。こんな感じでね、水面と水平にワームを投げて水面を切るようにしてね、ルアーを送り込む呼吸でございます。まあ、あとはね、2の方水車はね、まあ、縦に回転して鬼を切りつける呼吸ですけども、さすがにね、釣りでね、こうね、縦にね、回転しちゃうとね、ロッドがね、ボキッていっちゃいますけども、水平方向に回転する2の肩回横水車っていうのがね、ありましてね、あれはですね、実は釣り業界のレジェンド村田はじめさんが発売前のアンタレスを試しにね、投げてた時にね、弧を描きながらキャストして飛ばすっていうのがね、あったんですけども、あれは今思うと2の肩回横水車ですよね。ちょっとね、 YouTube 探したんですけど見つからなかったんで、 Facebook にねその動画残ってたんで概要欄に貼っておきます。興味がある方はご覧ください。あとはね、水の呼吸といえばね、なんといっても11の方凪ですよね。
水柱富岡義勇が編み出した型ですけども、義勇にしか使えない技なんです。まあ、富岡義勇がね、これまたかっこいいんですよ。で、この呼吸はね、前に入った攻撃をすべて無効にするというね、どちらかというと防御系の呼吸なんですけどね。じゃあ釣りでどんな場面にこの呼吸使うかというと、風もね、波も潮もすべてがないっていう時ね、大概そういう時って魚全く釣れなくなるじゃないですか。まあ、そんな時に使うんです。全集中、水の呼吸、11の型、なぎって言うんですよね。っていうかね、これ絶対怒られるね、これね。義勇ファンから低評価爆弾投下されるね、これ。まあ、とにかく、義勇の11の方はかっこいいです。バス釣りがね、好きで、鬼滅の刃はまだ見てないっていう方はね、ぜひご覧になってください。あとはね、釣りと関係のある全集中の呼吸はね、皆さんお待ちかね、時任無一郎ですよ、やっぱり。まあ、柱の中では最年少で中性的な感じがね、すごいかっこいいですよね。で、彼が扱う呼吸は風の呼吸から発生した霞の呼吸です。もうこのね、名前聞いてピンときてますよね、皆さん。霞ヶ浦水系でね、釣りをしている人はもうそこで釣りをしている時点で霞の呼吸をしているんです。とか言っちゃうとね、これ逆に霞アングラーから怒られますね。バカにしてんのかと。まあ、霞ヶ浦のね、ファンの方で、この楽しみ方をね、ぜひね、ご理解いただければね、幸いでございます。かっこよくね、フッキングした後にね、死の方、遺留切り、なんてね、感じで楽しんでいただければ、幸いでございます。という感じでね、なんとか鬼滅の刃とバス釣りカヤック乗りのね、私なりの楽しみ方を紹介していましたら、漢字のね、ちょっとパドルのレビューが全然できてないということに気づいてしまいました。もうこのパドルのことをね、まあ、語るよりはね、実際ね、このパドルね、すごくね、素材の関係なんでしょうかね、非常にね、音がいいです。プラスチックな感じのね、パドルがね、いい音を出すんですよ。今日はね、もうその音を聞きながら最後お別れしましょう。まあ、劇場版鬼滅の刃無限列車編、非常に楽しみですね。それでは。やっぱこれってやっぱね、便乗だよな。